モーニング娘。の鈴木かのんです。今回の MC は私が担当させていただきます。よろしくお願いします。私は2011年の1月にモーニング娘。に加入して、旧期メンバーとして福村瑞希ちゃんと生田絵梨奈ちゃんと小林里穂ちゃんと一緒に2年半を今モーニング娘。として過ごしてきているんですけど、私の自己紹介をしたいと思います。私は、愛知県出身の B 型の中学3年生の鈴木かのんです。私の鈴木かのんのかのんっていう名前の由来を説明したいと思います。このかのんっていう名前は香りに音って書いてかのんなんですけど、このお母さんとお父さんがつけてくれた名前なんですけど、その由来を聞いてきたので、そう説明したいと思うんですけど、かのんのかのんっていう字の主な理由は、うちのお母さんがずっと音楽をやってきた人だったので、カノンっていう形式とカノンっていう曲があったので、これだって思ったので、音っていう字を使ってカノンっていう名前にしたのと、画数が香りにしたら画数が良かったらしいのでカノンっていう名前になりました。そんな私が所属するモーニング娘。なんですけど、前回のハローステでもご覧いただいた通り、8月の28日に54枚目のシングルをリリースすることが決定しました。今回も両演名シングルなんですけども、2曲のうち今日は愛の軍団のダンスショットバージョンをお送りします。どうぞ。ありがとう。
信じてゆくしかない。愛の軍団のダンスショットバージョンをご覧いただきました。私はこのダンスショットバージョンを初めて今見たんですけど、すっごいこの撮影は緊張して臨んだんですよ。10人体制になって初のシングル曲なので、あの10人の息が合っていないとできない部分もたくさんあったので、すごく撮影は緊張したなっていうのを思い出しながら今 V を見ていました。その難しい部分がたくさんあるんですけど、その中でも B メロで斜めの列になっているんですけど、10人が1列 でこの斜めの列が斜めのまま、1列のまま反対の斜めになっていくんですよ。でそのダンスレッスンの時とかも10人でやるのが初めてのシングルなので、やっぱり最初は息が合わなくて、ちょっと間、人と人との間とかが取りづらかったりして、最初はダンスするのもすごく大変だったんですけど、最近では息が合ってきて、こういう風にダンスショットバージョンではしっかりと一列を保って斜めになっているので、踊ってみたをいつもやられている方もぜひこの曲を、あのお友達をたくさん集めて踊っていただきたいなと思うので、ぜひ愛の軍団よろしくお願いします。それでは先日フランスで行われたキュートのライブから、キュートのインディーズデビュー曲マッサルブルージーンズをご覧ください。どうぞ。No, no.
マッサラブルージーンズをご覧いただきました。私は海外でライブをしたことはあるのですけど、海外のお客さんが全員ほとんどの方が海外の方っていうライブはまだ経験したことがなくて、今のこのキュートさんの映像を見てとっても羨ましいなって思ったんですよ。それが声援とかがやっぱり決められたっていうか、ファンの方の中である声援ってあるじゃないですか。例えば B メロかな、おーって言ったりするところとかも海外の方も同じようにやってるのに今すごく感動しちゃって、熱気とかそういう応援したいなっていう声援の気持ちとかがすごく映像だけでも伝わってきたので、私もいつかは海外でモーニング娘。全員で、お客さんは外国の方っていう環境でライブがしてみたいなと改めて思いました。そしてキュートさんのメンバーの方とは、私はすごくお話がしたかったりするんですよ。その理由は、私 その鈴木家ではキュートさんのことを家族で好きでいるんですよ。その好きでいる理由っていうのが、私がモーニング娘。に加入する前にダンスを踊ってみたいなって思ったんですよ。で、そのモーニング娘。のダンスを覚えようとしたんですけど、その時やっぱりダンスとかやったことがないから、その覚え方も分かんなくて、まあ、できなかったんですけど、ちょうどキュートさんのダンスでバコンっていう曲をたまたま YouTube で見つけて、その時に家族全員で覚えようという話の流れになって、家族全員でパート割りとかも決めてキュートさんのダンスでバコンを踊ったので、今でも鈴木家ではダンスでバコンが全員踊れますということなので、キュートさんのメンバーの方とは仲良くなりたいなと思っているんですけど、今現在仲良くお話できているキュートのメンバーの方はまだいないので、私はこれから頑張ってお話ができるようになりたいなと思っています。なのでキュートさん、これからも大好きです。よろしくお願いします。それでは前回もご覧いただきましたが、スマイレージのやったるちゃん大作戦の続編をご覧ください。どうぞ。27日、28日、29日、30日、31日、
今まで野球やったことなくてボールも持ったことなかったんですけど、今まで3日間練習してきて前に飛ぶことができて本当に嬉しいし、今までボールが飛んだのが最高5メートルだったんですよ。で多分今日は5メートル以上飛ぶことができたので、それがすごい嬉しかったなって思います。はい、私は前から始球式やるのが本当に夢で、その夢がまず すごく嬉しかったんですけど、なんか始まる前とか選手と一緒にキャッチボールとかしたりするのが本当に緊張して、普段できない経験ができてできたし、しかも始球式でちゃんと投げられたのですごい良かったです。はい、ありがとうございました。やったるちゃん大作戦をご覧いただきました。私はやったるちゃん大作戦のようなキャンペーン的なことはまだやったことがなくて、スマイレージはやったるちゃん大作戦や笑顔 P キャンペーンとかをよくやっているのを知っているので、私もそういうことがやってみたいなってずっと思っていたので、今の映像を見てやりたいなって気持ちが倍増したのと、あとスマイレージ始球式を今中西かなちゃんと竹内あかりちゃんがやってたんですけど、私は小学校の頃ソフトボール部だったんですよ。なのでソフトボールやってたから始球式も出てみたくて、すごく野球場に行ったことはあるんですけど、すごく真剣に観戦したことはなかったので、もうそれも羨ましいなって思いながら今見ていました。そしてスマイレージのメンバーの福田香音さん、和田彩香さん、そして2期メンバーの中西かなちゃん、竹内あかりちゃん、勝田里奈ちゃん、田村めいみちゃんなんですけど、2期メンバーの4人とはよくおしゃべりとかするんですけど、1期メンバーの福田さんと和田さんはまだたくさんおしゃべりとかはしたことがないので、その2人とも仲良くなりたいなと思っています。なのでスマイレージの皆さん、よろしくお願いします。そして次は大好評のソロ歌シリーズですが、今回は嗣永桃子で告白の噴水広場です。どうぞ。You're the one.
嗣永桃子で告白の噴水広場ご覧いただきました。私は嗣永さんは普段こういうイメージがすごく強いので、なんていうんですかね、今の告白の噴水広場を歌っている嗣永さんを見て、わ、素敵な大人の女性だなって今思っちゃったんですよ、初めて。なのですごくなんか一瞬にして引き込まれる感じがすごくあったので、お家に帰ってもう一回このハロステを見たいなと思いました。そしてこのソロ歌シリーズなんですけど、私はこれがすごくやってみたい人なんですよ。でもし歌うんだったら、自分が入る前、モーニング娘。に入る前のモーニング娘。の曲をやってみたいなと思っていて、例えばなんちゃって恋愛とか泣いちゃうかもとかしょうがない夢追い人とか、その3曲がすごいかっこいい系ですごく好きなんですよ私は。だからこの3曲をのうち1つかわかんないですけど歌ってみたいなと思っています。あと、あ、そうだ、このハロステなんですけど、ハロステではこうやってソロ歌シリーズがあったり、いろんなコーナーがあると思うんですけど、私はやってみたいことが今一つあって、それは他のグループのコンサートに行くっていうのをやってみたいんですよ。私は入っていつだったっけな、入ってちょっとしたぐらいに一回ベリーズさんのコンサートに行かせていただいたんですけど、それっきりで一回もまだ行ってないんですよ、それから。なのでキュートさんのコンサートだったり、スマイルエイジさんだったり、あとはジュースジュースのコンサートまだ行ったことが、パフォーマンスは見たことがあるんですけど、ちゃんと前から見たことがないので、それを見てみたいなと思います。なので私は他のグループのコンサートに行くっていうのをハロステでやってみたいなと思います。エンディングです。今回のハロステいかがでしたか。ここでお知らせです。モーニング娘。のニューシングルが8月の28日に発売されます。今回のシングルは両面シングルとなっているんですが、今回の曲名はわがまま気のまま愛のジョーク、そして愛の軍団の2曲です。こちらは、10人体制となって初のシングルなので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。そして今年も夏にハロープロジェクトのコンサートがあります。そちらをお知らせしたいと思います。ハロープロジェクト2013サマークールハロー混ぜコーデ、そしてそれぞれ、この2パターンとなっているんですが、7月の27日の大阪公演からスタートします。今回は東京、名古屋、広島、福岡、仙台、北海道、そして初日の大阪の全国7カ所でやるので、近くに来たなって思ったらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。今回のハロステ、私が初めて MC をさせていただいたんですけど、もうすっごい緊張しっぱなしで、今も緊張しているので、次回はゆったりとちゃんとリラックスしてできるように気持ちを整理して次回に臨みたいと思います。本当に今日はありがとうございました。最後にジュースジュースのコーナーをご覧いただきます。今回は4人目の植村あかりの登場です。そちらをご覧いただきながらお別れしたいと思います。今回の MC はモーニング娘。の鈴木かのんでした。どうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。上村あかりです。アーリーです。1998年12月30日生まれの14歳です。大阪です。大型です。163センチです。趣味は人と喋ることです。万歩計です。万歩計を振った回数が多い方が勝ちっていうゲームをしたことがあって、0回の人もいたんですけど、私は69回ですごいなって思ったので特技になりました。自分の長所はいつも笑ってるとこです。自分の短所は物覚えが悪いところです。口です。いちごです。なすびです。
ココアです。夢見る太陽です。夢見る太陽どんな本、漫画なんですけど、はい、面白いです。好きな映画はパラダイスキスです。北川景子さんが出てる恋愛ものの映画です。かっこいい系のタイプです。国語です。数学です。はい、赤星インコです。猫です。犬派です。ないです。あ、そうなんや、です。世界の終わりさんです。あの歌詞がすごいなんか現実味というか、なんか近いなって思うところがあるので、はい、尊敬してます。メジャーデビューが決まった時です。メジャーデビューが決まった時です。メジャーデビューが決まったことです。叫ぶことです。家の中ですね。苦情というか、お風呂の中で歌ったりしてたら、私がお風呂入ってる時にコンコンって来たってお母さんに知ってました。今ハマっていることはリップクリームを集めることです。おばさんがモーニング娘。さんの9期のオーディションを受けて見たらって言われて、まあ、落ちてしまったんですけど、そこからハロプロ研修生に入ってアイドルになりたいな、デビューしたいなと思ったからです。将来の夢はジュースジュースが10年先も続いていることです。単独ジュースジュースの単独ツアーです。犬です。沖縄です。海が綺麗って聞いたんで、聞いたじゃない、見た、聞いたか、テレビで見ました。願い事を増やすことを願います。すごいびっくりしました。すっごく嬉しかったです。不安もあったんですけど、支えてあげようと思いました。3歳の時にバレエの発表会で踊ったことです。一番辛かったのは覚えることが多い、振りとかを覚えることが多かったことです。ジュースジュースに選ばれたことです。テレビで見ていた人が目の前にいることです。身長が伸びたことです。すっごい綺麗な人がいっぱいいることです。
321ブレイキングアウトです。鞘師里保さんです。まずダンスがキレキレで、顔もすごく、眉毛と目の間がすごく狭かったら将来美人になるっていうんですけど、もう鞘師里保さんは狭いし、でも今も美人だし、あと歌声も声量があってうまいなって思います。宮崎ゆかちゃんです。これからもよろしくお願いします。さっきまで、ちょっと前までフランスにいまして、今成田に到着、さっき到着して、それでは早速そんなキュートのフランスでのライブを、ライブの模様を皆さんに見せ、はい、最後にモーニング娘。の小田さくらが青春コレクションを歌っている映像を、告知だ。なんと追加公演で9月の9日に、日本武道館でやることが決定しました、今はファンクラブの先行配信中ということで、その追加公演が、9月の9日に そしてキュートがですね、9月の10日のキュートの日に、コンサートを行うんですけど、それがなんと追加公演することに決定しまして、それがですね9月の9日に、やることが決定いたしました。もうダメだそれがですね、なんと追加公演が決定しまして、9月の9日に行うことが決定しています。もうダメだほども言いましたが、キュートはイベントをたくさんやっていたんですけど、最初は川崎と川口に今回、17歳の等身大のその萩原舞を見れるんじゃないかなと思うので、みんなね、ぜひチェックよろしくお願いしますぜひスマイレージもスーパーやったるちゃんになれるように、はい、応援したいと思います。はい、そうですね、やったるちゃんはごめんなさい。それではですね、ここで皆さんにご報告です。7月の10日に発売したキュートの悲しか目振りアダムとイブのジレンマがですね、7月の22日付でオリコンウィークリーチャート、ごめんなさい、オリコンウィークリーチャートで4位を入りました。ありがとうございます。5位だあ、ごめんなさい、はい、とてもちょっと反省したので、次行くときはもうちょっと冷静に大人な女性を、はい、大人な女性でいたいと思います。はい、そんなね、前回も、もう一回いいですかはい、それではですね、前回も登場した小田さくらが今回はこの地球の平和を願ってるんだよを歌いました。ご覧ください。あれ本気だ、すいません。皆さんいかがでしたか。いや、私、はい、2回目ね、お願いします。8月の5日にマイマイという写真集を
出しますので皆さんぜひチェックよろしくお願いしますもう一回お願いしますよろしくお願いします。そしてですねあもうダメだ忘れてた、8月の9日目覚ましライブが目覚ましライブを行うので、はい、たくさん皆さんうわーオフィシャルホームページ言ったのにここで告知です。私のですねその新写真集